ファミマスイーツのバタービスケットサンド、あんバターでございます。SNS で大人気だそうです。これは非常に楽しみでございます。わーい、綺麗だね。なんかこれ、ファンデーションのコンパクトみたいだよ。思ったよりちっちゃいけどね、超可愛いスイーツです。中にね、あんこが入ってるみたいなんですよ。じゃじゃーん。ちょっとアッカイさんみたいですね。いただきます。おいしい。なんですか、なんですか、これ。ツルツルして超滑らかなバタークリームです。ものすごいきめ細かいよ。あのね、味は違うけど舌触りはチョコレートのきめ細かさに近いかも。ビスケットはしっとり、硬さはなくて噛むと柔らかく崩れる感じ。そしてあんこがいいアクセントになってます。あんまり甘くないあんこが甘いクリームに入ってるので上品なアクセントになっています。うん、美味しすぎます。しっとり滑らか、究極系だね。クマプック的にはもうちょっとあんこが入っていると嬉しかったかもです。この感動を今すぐ誰かに伝えたいです。ご近所中に回覧板回しちゃおうか。あはは、こんなのが近所のファミリーマートで買えるんだから日本のクマでよかったよ。バタービスケットサンド、あんバターは税込み238円。レビューでいろいろ食べたいクマプップでもこれはリピート必至です。クマプップ北極チャンネルでは食レポを中心にいろんな商品の紹介や楽しいことにチャレンジしていくので、チャンネル登録をお願いします。クマプップのメインチャンネルもよろしくね。